災害医療センター付属昭和の森看護学校は東京都立川市の独立行政法人国立病院機構災害医療センターに併設されていた3年課程の看護専門学校である。卒業すると看護師国家試験の受験資格等が得られた。災害医療センターにおける看護実習は同じ校舎に設置された東京医療保健大学立川看護学部に継承されている。 閉行後の卒業証明書等の発行は国立病院機構本部で行っている。優しさと豊かな心を育むことを教育理念とし、豊かな人間性を基盤とし、独立行政法人国立病院機構及び社会に貢献できる専門職業人を育成するを教育目的としていた。また次の教育目標を掲げていた。 人々の健康を自然、社会、文化的環境とのダイナミックな相互作用の観点から理解する能力を養う看護の対象を総合的に理解し、看護上の問題を解決するための基礎的能力を養う看護の本質を理解して、自己の看護の考え方を明確にする看護の向上を目指し、自己啓発に努め、看護を探求する態度を養う、 保健医療チームの一員として、他職種と共同し安全な医療提供者としての看護の役割を果たすことができる災害発生時に対応できる災害看護、救急看護を学ぶ生命の尊重と個々の人格が尊重できる完成豊かな人間性を養う。ありがとうございます。